3、2、1お願いいたします。ありがとうございました。どうぞこれから1ヶ月間よろしく。福島で福島で深川はカシューキュウリって言いまして、キュウリが有名です、まあ、そのキュウリのエキスをですね練り込んであるキュウリ麺、これ美味しいですよ。肉味噌で食べます。これキュウリのエキスをですね焼酎にしたものです。ほんとさっぱりしてて二日酔いになりません。全然どういう名産品があるのかとかは知らなかったので、まあいい機会になったかなと。ここ銀座でですね、須賀川の物産展、約1ヶ月になりますけれども開催できて、大変いいチャンスをいただいたと思ってます。厳しい状況未だ続いてますけれども、須賀川市民の皆さんとですね復興に向けて前進をしている中で、こうして多くの皆さんに須賀川の素晴らしさを味わい感じていただける機会は大変ありがたく思っています。どうぞお越しいただきたいと思います。ありがとうございます。